ラーグ再処理工場フランスにおけるラーグ再処理工場の1ラーグ再処理工場はフランスコタンタン半島のラーグ岬に所在するコジェマの核燃料再処理工場である。ラーグ再処理工場は世界の軽水路から出される使用済み核燃料のおよそ半数を受け入れている。1976年の運転開始以降1年間で約1700トンの収容力がある。 これらは、マルクールの後継事業として、モックス燃料に再処理される。フランス、日本、ドイツ、ベルギー、イタリア及び、オランダから送られる使用済み核燃料の処理をする。2005年には1100トンを再処理した。国際法に基づき、再処理不能な放射性廃棄物は使用国に変換される。当初、ラーグ再処理工場は、軍用プルトニウムを生産するために設立された。 1958年、シャルル・ド・ゴール大統領は、核爆弾製造を目的に、フランス原子力庁に対し、マルクールに工場を設立させ、ここで、兵器用プルトニウムを抽出することになっていたが、計画の失敗により、第二の工場の必要性が生じていた。1961年8月10日、緊急公共事業の一環として、プルトニウム抽出と、 各燃料処理センター施設の建設命令が宣言された。1962年に工事が開始され、1966年に使用済み核燃料が到着し、創業を開始する。これにより国塩原則ガス冷却炉が運用される、シノン原子力発電所向けの燃料の供給が始まる。1969年にジョルジュ・ポンピドゥ大統領は、それまで、 フランス軍で使用される各兵器用プルトニウムを生産していた本施設において供給量が十分満たされたため再処理センターとしての機能が必要なくなったとした。その後、工場は民間事業に振り向けられ従業員を350人まで縮小して軍との関与が終了する。 民生用への移行については1973年のオイルショックによりバレリー・ジスカールデスタン大統領の支援の下で強化された。技術者はフランス電力公社の次世代施設であるハを工場、及びアップ2から400を開発した。1976年に原子力庁は核燃料再処理事業を新設された関連公社であるコジェマに管理を任せた。 1979年1月、国外からの最初の使用済み核燃料がシェルブール港に到着した。この時には、港のクレーン周辺に8000から1万人の抗議デモが集合した。1980年4月15日には、外部電源受電設備の変圧器で、短絡事故により、火災が発生し、制御盤に延焼して所内が全停電となる、電源喪失事故が発生した。 非常用発電機は機能を果たせなかったが、移動用発電機などで重要度の高いところから応急措置が講じられ、外部に汚染が影響することはなかった。現在、再処理ラインは、アップ2から800と、アップ3の2つが稼働中である。核テロリズムに備えるため、工場はレーダーにより常時警戒、監視され、時折黒タルチ対空ミサイルが配備される。 ラーグからドイツへ向けて返却される核廃棄物を輸送するカシャラーグ再処理工場への核廃棄物の輸送には距離が近くてトラックが利用されるフラマンビル原子力発電所及びベルギー・オランダからを除いて鉄道が利用されている。これは鉄道の事故の少なさ、テロリストが奪って逃げることが困難であることなどを評価したものである。このために フランス国内の多くの原子力発電所には鉄道の引き込み線がある。一方、ラーグ再処理工場自体には鉄道の引き込み線がないため、およそ 30km 離れたバルーニュの貨物駅からトラックにより中継されて搬入が行われている。ありがとうございます。